イベントをご覧の皆さんは、はい、信長の結婚発表のお祝いする松岡くんが見たいはずですって お, お, お祝いをする松岡が見たいのねなるほどこの二人のね、うん、まあお祝いはこの間したんだけどなうん、っていうかお祝いもクソも保証人書いたのお前だしなちょっと待ってくださいがっつりだったすごいまあまあまあこれ以上は細かいことは言わんが別にねそうね、はい、書いてもらったよ、うん、花束も持ったし、ね、本籍とかなそう本籍とかちゃんと調べて俺あんなに緊張したあの筆記は初めてだったよすごいすごいそうねだから、うん複数枚用意してってな、うん、書き損じたやつはな、うん、スッつって大丈夫予備があるぜっつって、うん、うわで浮気したら殺すっていうそうそう怖い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 物騒強いなロマンチストだからさ花束とか持ってきてくれるんだよ花屋で買ってきてね、でメッセージカードに浮気したら殺すって書いて怖っでそれをなんか後ででも花屋の店員さんにさ、こう書いてくださいっつって信長へ浮気したら殺すっつって花屋の店員さんがすごいええってねそう、一瞬はいえ、何言ってんすかみたいな顔されていや、いや、別に普通のことなのでいや、みたいな本当に書いて大丈夫なんですかみたいな感じまあね、吉田さん本気ですからねそれがそうそう、うん、俺らの関係性だから全然許されるすごい嬉しかったし、うん、そうすごいありがとう、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、いやびっくりしちゃった吉継さんのことを分かりやすく他の人に説明するっていう時だからそ う, そ う, そ う, そう吉継の好きなものとか吉継のイメージじゃなくて吉継を他人に紹介する一言だ本当だなるほどなるほどなんなんのじゃあそれ踏まえてというか、はい、じゃ信長さんよろしいですかこれまで入ってない気がするんだけど、はい、でも多分僕が言わないといけないと思うんで言っとくなんだ信長ちょっとちょっとちょっと信長もおかしくねえか信長関連やだじゃあ信長さんの信長の親友とかさあんじゃん、うん、じゃあ信長さん関連っていうことですかね、うん、じゃあ信長さん関連入っているんでしょうか入ってないと恥ずかしいな入ってた3位入ってる高えよ島崎信長大好きが第3位でございまーす高えよ3位だと思わないよなめっちゃ面白い7位7位高めに見積もって7位ぐらいに入ってたらポイント結構もらえるなと思ったのに3位は高いよ上位でしたもう代表するイメージじゃないですかそうですねでもさこれまだ1つだけしか出てない状態で言うけど、はいま、松岡芳嗣さんってどんな人なんですか島崎信長が好きな人ですって意味が分かんなくないもう島崎信長さんって誰ですかだから島崎信長さん誰ですかって言ったら松岡芳嗣のことが好きな人ですいや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 だから松岡芳嗣って誰ですかいや島崎信長さん行ったり来たりじゃないですかイチャイチャすなちょっと、まあ、3位に入っちゃったならそうですねお腹いっぱいだよ信長さん3ポイント獲得でーすイエーイ高いって炭酸水ねはい黒不眠症その、コミュ症入ってますでしょ入ってないよ、早っご本人が0ポイントということでアシスタントチームの優勝